どうも、ウィニングイレブンゲーム実況させていただいております、シャマくんでございます。ブンデスリーガーを怒らせた男、シャマくんでございます。スワーンスワーンスワーン、もうどうしたらええや。ということで、昨日意気申し立てをねして、皆さんの気持ちを見てください、みんなが応援してるよってお願いしますっていう感じでね、動画を送らせていただいて、一日、今日は、まあ、今日来るかわかんないけど、1ヶ月間ね、猶予があって、その間に返事があるはずということで、まあ、無視も多分できるんですけども、まあ、正式なね、アカウントですから、ブンデスリーガの何かしらの返答はあると思って、今日こうやってスーツをね、朝起きてびっしり決めてこうやって待ってるわけでございます。そしたら、ブンデスリーガから、リアクションがありました。それがこちら、スン、パーン。皆さんのおかげですよ。皆さんの気持ちがブンデスリーガに伝わりました。これでチャマくん、またウイレ動画再開させていただきます。ありがとうございます。やってみるもんだよね、ほんと。まあ、正直、権利関係のことだから、まあ、難しいと思ってた、正直。一回ね、やられたら、まあ、立場的に弱いのはこっちだから、まあ、無理だろうなと思ってたけど、まあ、せめてもと思ってみんなが楽しみにしてるんですっていうのをコメント見てくださいって言ったら、まあ、それ見てね、特に返事とか、なんか文面でなんかあったわけではないですけども、取り下げていただけました。で、ちゃんとここね、ほら、この、まあ、動画のね、権利に引っかかってる動画のページの、に、だいたいここにはね、その歌が引っかかってますとか、映像が使われてますとか、キャラクター使われてますとか、なんか、まあ、不快な表現がどうとか、みたいなのがここに出るはずなんですけども、そこによ、これほら、取り下げられましたということで、やってみるもんやで。普通考えたらですよ、ゲーム実況者っていうのは立場弱いはずなんですよ。権利持ってるものがもちろん強いはずなんですけども、みんなの熱意が歴史を動かしたんちゃうか、これ。今までなかったよ、こんなこと。ねえ、さすがブンデスリーガ様、懐が大きい大きい、ありがとうございます。チャマくん、早速ウイニングイレブンの動画を10時に上げようと思います。皆様のおかげです。やってきてよかった。ウィニングレブ毎日辛い時もあった。まあ、事故でね、途中間空いちゃったけども、それはしょうがないとしても、確かにね、全然勝てなくてね、こんな動画上げたくないなとか、うわ、正直めんどくさいって、今日はダリーナなんかやりたくないなっていう時もあったけども、毎日更新してきてよかったです。皆さんのおかげ。そして見てくださってる皆さんのおかげです。皆さんの気持ちが、ブンデスリーガを動かしました。これは歴史が変わるで、ほんま。まあ、僕が本当やったことといえば、ただ単純にね、この動画のコメント欄見てくださいって感じでね、URL 貼っただけなんで、もうほんと皆さんのコメントのね、その思いとか気持ちとか熱意がブンデスリーガを動かしました。やっぱりこう、なんか、信じれば叶うというか、やってみるもんだねというか、こうね、やっぱり本気っていうのは伝わるんですな。願いは叶う。皆様、これ結構大きい仕事したと思います、本当に。いろいろあとの YouTube がね、この権利関係で潰さないっていうのは、これからのインターネットとかね、まあ YouTube もそうだけど、インターネットって大きく見て、常識変えるかもしんないよね。皆さんの熱意で、ブンデスリーガ取り下げていただけましたんでね、本当にありがとうございます。いや、みんな、まあこの、シャマくんちのチャンネル登録メンバーみんなで勝ち取った。まあもちろんコメントしてくれた人もそうですし、再生回数伸ばしてくれたり、共有してくれたりとかね、いろんな人にこんなことがありましたよって、たちゃまくんに協力してくださいみたいな感じで共有してくれた人もいます。皆さんのおかげでございます。まああとね、この件に関して僕あんまり権利関係のこと詳しくなかったんで、プライヤーさんに相談に乗っていただいててですね、プライヤーさんにもいろいろアドバイスいただいて、まあそのアドバイスいただいて、そのおかげもありますんでね、皆さんぜひプライヤーさん、お礼言ってきてください。動画にね、コメントでありがとうございますって、プライヤーさんの動画に、でチャンネル、プライヤーさんのチャンネル貼っときますんで、プライヤーさんもめちゃめちゃウイレ強いですから、ぜひ動画見てみてください。パーということで、今日10時ウイレ動画念願のアップでございます。僕たちはブンデスリーガに勝ったぞ。勝ったとかなのかな、勝ったとかじゃないけど、まあインターネットの権利関係の常識を変えた、チャマくんちメンバーでございました。これからもよろしくお願いいたします。今日の動画は10時に、パー!喜びの、パー!ありがとうございます!では、お楽しみに。本当に皆さん、ありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。